吉田さん、こんばんは。お金を稼ぐスキルっていうのは、ちょっと私からはね、ちょっと言いにくいんですけども、まあ社会出たら当たり前のように必要だと思いますし、結局そのお金が稼げないっていうのは、誰からも必要とされてないし、誰からも信用されてないっていうことにものすごくね、近くなってしまうんですよ。やっぱり信頼していただくためには、自分の本当にね、まっすぐな姿を見せていく、後ろめたいところがないように、そして人を見放さないとか、いろんな要素があると思いますけども、結局ね、世の中の人が認めないと、自分以外の思考が認めてくれないと、やっぱりね、できないんですよね。で、この人は時給のために、もしくは月給のために身を粉にして働いてくれるだろうみたいな信用ってのは、もうね、今時代遅れなんではないかなと思うんですよ。そうではなくて、ミッション達成のためにね、結果を出すためにやってくれるだろうと、短い時間であろうとも必ず結果を出すだろうとかね、片手間だろうと結果を出すだろうっていうふうな信頼をしてくれるからこそ、お金が入ると思うんですけども、なんかね、結果が出るかどうか分かんないけども、とりあえず8時間なら8時間、10時間なら10時間、1ヶ月なら1ヶ月、文句言いながらでも、まあなんか作業してくれるだろうっていうところに、これはね、旧世代型の信頼なんではないかなと思うんですよね。だからやっぱり、ね、私たちはいろいろと考え方を変えないといけないと思いますよね。だからね、本当に真面目にコツコツっていう概念が変わってきたんですよ、きっと。で、今回の動画でちょっとね、申し上げたいのは、発信するってことね。発信するってことが、いかにね、もう水を開けるかってことなんですよ。どんなに一生懸命やっても発信しなければ、それは本当にね、吹けば飛ぶような、もしかしたら行動になってしまう可能性が非常に高いんですよ。でも少なくとも発信を続けていれば、たくさんの方に出会うチャンスがあり、たくさんの方から信頼される可能性がある、目を向けていただける可能性があるんですよ。そして何よりも、自分はこんなに長くね、継続できるんだなっていうふうな、自分自身を信頼する力が出てくると思うんですよ。振り返ってみたら、私もね、2013年から動画のアップロードを始めて、やらなかった日がないんですよ、一日も。しかもね、なんとか1本とか2本動画アップロードしましたみたいなレベルじゃなくって、今日10本動画撮ったな、少なかったな、50本動画上げたな、まあまあやったな、このぐらいのレベルでずっとやってくるわけなんですよね。ですんでね、自分のことを引き合いに出して偉そうに言うわけではないんですけども、まだまだね、やっていかなくてはならないかなと思いますね。どんなことも、で、最初は絶対にできそうな目標設定でいいんですよ。例えば3秒の動画をアップロードする、それでいいじゃないですか。で、それをやらないから1分の動画もできないし、100本の動画もできないんですよ。3秒の動画を1本上げといてみてください、今日はね。で、それができているんだったら、じゃあ今度は5秒とか10秒とかできるじゃないですか。本数も増やせますよね。そういうふうにしていくしかもはやないんじゃないかなと思いますよね。で、動画の内容がね、しょぼいのが気になるんだったら、動画をね、上げなくなるんじゃなくて、どんなしょぼいところから自分は上がっていくのかって記録映像でいいわけですよ。私も昔の動画、たまに紹介することがありますけども、しょぼいですよ、本当に。でも、最初はね、そういうふうにしょぼいんですよ。で、未だにあんまり変わんないんですけども、でも、ちゃんと莫大なお金は稼げるんですよ。吉田さんも言われてましたけどね。やっぱり、やる人はやる人生になり、やらない人はやれない人生になってくるんですよね。まあ、そんなとこじゃないですかね。今日はその辺にしておきましょうか。では、失礼します。